ウィリアム・フォーサイス、ウィリアム・フォーサイスは、スコットランドの演芸家である、アバディン・シャーのオールドメルドラムで生まれた。25歳で、ロンドンに出て、サイオン・パークの公園の庭師になった。1763年に、チェルシー薬草園で、園長のフィリップ・ミラーの下で、訓練を受け、ミラーの死後、監督官を務めた。世界中の植物や、種子の交換や、 アメリカやアジアの収集家から集めた。1774年に石灰岩、ロンドン島の石やジョゼフ・バンクスがアイスランドで入手した溶岩を集めてイギリスで初めて石の庭園を作った。セント・ジェームズ宮殿の庭園やケンジントン・ガーデンズの庭市長に認じられた。菌類による樹木の被害を防ぐために普及均等の侵入を防止する方法の実験を行い、 フランスとの戦争で造船のための良質な木材を確保するのに功績があった。牛糞や尿、灰、石灰などを調合したフォーサイスと不在の成分を発表したとき、1500ポンドの報奨金を与えられた。木製化の連業属に懸命されている。フォーサイスは植物の学名で命名者を示す場合に、ウィリアムフォーサイスを示すのに使われる。 ありがとうございます。